今日は雨のため室内のコミセンにて開催をしております。今会場準備中です。室内用のドローンをこれですね、これで今撮影をしていると、もうすごいですね、旅館の宴会みたいな会場ですね。お、僕が映ってる。これで今日は上空から飲んでるところを撮ると。じゃあ宮田バイバイって、バイバイってですね、こっち向いてバイバイって。おう、なんとカラオケとマイクもあると。マイクチェック、マイクチェック、よっしゃー。ではですね、現在9時45分、起きてまだ2時間ほどですけどね、ちょっとこうビール、今日はですねサーバーを準備しているので、サーバーって最初接続しすぐって泡いっぱい出るじゃないですか。なのでですね、やっぱりそれのチェック出したりするときとか、あとですね、一応チェックがてらですね、飲まなきゃいけないよねみたいな話になって、ちょっとですね、まだ9時45分でいただきます。あー、美味しい。なんかこうですね、 YouTube、まあ、バイク系の YouTube をいつもアップしてるのに、堂々とここでお酒飲んでるってなんか新しいですね。試飲ですよ。行くねえ行くねえ、おいた今日はお酒もいっぱいラインナップがあります。人用の氷、おじいちゃんの畑で採れた漬物ナス、お客様が差し入れを持ってきてくれました。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、今日はですね、芋煮をこの調理室で作っていると。それでは皆様、おはようございます。おはようございます。今日は鈴木モータースの芋煮会にお集まりいただいてありがとうございます。今回はですね、東京からもいらっしゃる方がいてですね、横浜からも来ていただいているというですね、ワールドワイドな芋煮会というふうになっております。今日はですね、ちょっと天気が悪くてコミセンでの開催になったんですけれども、今日ここが、まあ、メイン会場みたいな感じで、出ていただいて左奥に行くと調理室があるんですよ。でスタッフがですね、そこでせせと芋煮を作っているので、もしちょっと手伝えるよっていう方とかもいたら一緒に手伝ってみてください。まあどんな感じかも見ていただいて、本当は外でやるとみんなで作ってみんなで食べるみたいなのは芋煮なんですけども、まあ今回ですね、佐賀田のソウルイベントということで、調理室の方もぜひちょっと見てみてください。ではですね、当店の芋煮会の実行委員長のですね、お父さんから一言よろしくお願いします。飲んでるね皆さん、お酒とかもいっぱいあるんで、どんどん飲んで、いっぱいいろんな方と喋ってください。芋煮会実行委員長です。58回目皆さんこんにちは、ようこそお集まりくださいました。台風の接近でこういうこともあろうかと思って、このコミセンを1ヶ月以上前から抑えてました。まあここはここでまたね、外と違って感じが綺麗な感じでいいと思いますんで、今日は一応ここ5時までは借りてるんですけども、まあ5時で完全に撤退しないとダメなんで、4時ぐらいにはもうこうお開きみたいな感じにしたいと思いますので、まあ時間の許す限り、まあがっちり飲んで食べて、最後締めにカレーうどんもありますので、じゃあどうしましょう、乾杯しますか。一応はい、ね、乾杯乾杯乾杯。で皆さん胸に名前とか貼ってありますので、初めての方でもみんななんとかくんとか呼んでも大丈夫です。気楽に話し合ってください。でたまにちょっとドローンも小さいの飛びますけども、気にしないで灰だと思って叩き落とさないようにしてくださいね。じゃあいいですか。はい、じゃあ乾杯。
ではですね、例年よりも今回あの初めましてっていう方めちゃくちゃ来ていただいてるのと、あと今日まだ3分の1程度しかまだ集まってないので、これからどんどん増えてきますので、最初ですね、一人一人ここで自己紹介を簡単にみんなにしていただきたいと思うんですけども、最初から自己紹介ですねお願いします。でライダーの方もいっぱいいるので、まあ、乗ってるバイクとか、あと、まあ、今日遠くの方もいるので、どっから来ましたみたいな感じとかも言っていただけるといいかなと思います。コール出ればいいの。はい、おお、皆さんおはようございます。おはようございます。私は酒田市出身の、調理場では芋煮会人の準備に向けて、スタッフ総出で芋煮を作っています。今日は100人前です。参加した人は、今日は100人前だそうです。100人前作ってます。100人前作って待ってますんで、ほら、ね、お腹いっぱいになりそうですね。今日は庄内風と内陸風の芋煮を作る予定ですんで、2つの味が味わえますし、最後はカレーも入れて、芋煮がいよいよできたようです。こちらは庄内風ですか。まこちゃん庄内風ですか。これは庄内風です。振る舞わせていただいております。芋煮いかがですか。お味は美味しいです。